はい、はい、すいません、ありがとうございます。知らない、初めて通る。扇風機扇風機がいっぱいやね確かにめっちゃ回りよるやん。冬、これは確か霜がつかんようにじゃなかったっけな、この扇風機は。お茶お茶お茶かな。ちょっとお願いします。空気がいっぱい。そうよね。違いな感じ。転職屋が似合う。そうね。違いはないけど。朝。大丈夫。お疲れ様でございむずいだって。
セクトルじゃなくて団子になる団子が平野が寒い親父でめっちゃ思っちゃういや、なんか面白いなぁ、ちょっといや、ありがとう。眩しかった。眩しかった。あ、向こうのお店なんだ一人で喋ってた違ったか。あ、こっちもお店なんだ。店長とはもうおらん目立ってきた最近。やだよ。どうやった？ここの。美味しかった。ねえ。うん、やめちゃ。深蒸しやめちゃっていう呼ぶのあれ。うん。室園さん。はい。すごい美味しかったね。団子うまかった。でもちょっと焼きにくかった。ちょっと焼き方俺ちょっと下手やったね。どうやろ。ちょっとおこげ作った方が絶対うまいね。そう ねパリパリにしてね、くっつくな早めに焼くのをおすすめします。でもあれ期間限定って書いてあったね。あ、そう。うん、これも一応期間限定みたいよ。お早めに。抹茶のラペキーノとかあの辺はまだね、全然あるやろうと思うけど、おしゃれで美味しかったね。美味しかった。うん、なんかちょっと俺にはちょっと似合わんところではあったかもしれん。でもお団子やったっけね。あ、そうね。団子虫、団子虫それフォローになってませんけどじゃあ行きますか。お腹すいたね。お腹すいてない？お腹すいたね。ねえ、何食べる？辛いもの食べた後、辛いものが食べたいね。わかった、よし、じゃあ行きましょうか。いきなり一軒増えた。市内が一軒増えた。多分名乗りが
たトラックが出たんでしょう。あー、よっしゃー、頑張るぞ。バッタバタやで。こんにちは。デラックス生姜焼き、のり弁で使った。のり弁。のり弁します。のり弁。はい。これ重いとかできたいですか。のり弁の重りはこれと別にしてふりかけっていう形で。ああ、まあ普通でいいです。普通でいいです。400円です。はい。はい。はい。100円な。はい。です。はい、すいません。ありがとうございます。買ってきました。はい、もうほとんど売り切れやったな。のり弁です。どんなんなんやろ。400円だよ。400円、安くない？400円のり弁オープンします。オープン。ダン。おー、すげー、結構ボリュームあるじゃん。え、これで400円？マジ言ってる？普通の海苔弁、全然海苔弁ありあり。いや、普通にいけるんじゃないこれ。うわ、結構重いし。はい。磯辺揚げに、白身魚のフライが丸々1個。と、唐揚げでかいな。に、コロッケが半分あそう。クワンでご飯がっつり入って、おかかが下に引いてあるかな。わ、これで400円はやばいな。ありがとうございます。はい、ならいただきます。ソースもついてるよ。あ、やばくないこれ。ごちそうさまでした。いや、絶対みんなも行ってみて。本当にすごいわ。味もうまい。さあ、出発。あ、もう今日はどこも寄れんかな。あ、スーパーで。飯はスーパーで、なんか安いの買おうか。もうこの時間行けば半額シールが貼ってあるでしょう。よし、さあ、なら出発します。大分また。しかし、あ、そうだ、これのアロンアルファかなんか買おう。これもう二度と外れるんですよ。月がめちゃくちゃでかい。月でかっ。
ってきました。これでどうかな、ついてくれるといいんだけどな。これ結構高かったぞ。あ、でもこれ結構強そう。あ、どうやらな、強力かな。これでマジでついてくれよ。どうよ。よし、ちょっとこれで様子を見ましょう。さあ、奈良行こうかね。出発します。スナビー、よし。豆腐でちょっと舐めた濃厚味噌につき150円。これも買っちゃった。いいしょ、もとって。今回はもつ鍋作ります。カット野菜は全然なかった。あら、これ入れる。はい、もやしも入れる。豆腐よいしょ、プチッとままと入れる。水を入れれば、あ、大体でいいか。いい、あっからね。煮詰まるまで待ちますか。
で高校近いのか。およそ300メートル。結構道狭いって書いてあったよ。ああ、そう。しよって見つけたお店やん。ポケモンじゃなくて？ポケモンじゃなくて。素材かなんかがあった県から行ったんじゃん。あ、こんなところにお店がある。続いて目的地は左側です。わ、すごい。わあ、怖いよ。これは怖い。じゃあ二人ですけど大丈夫ですか。はーい。お邪魔します。お邪魔しますみたいな感じ。すいません、チーズハンバーグ定食のを2つで1つが大盛りで、ソースはどうしますか。ジャポネで両方ジャポネでいいですか。すいません、チーズハンバーグの大盛りの方です。どうぞ。うまかったな。
290円の返しです、はい、どうぞ。はい、どうもお疲れ様でした。が飲み物のようにやばかった。やばかった。やばかった。口の中入れた瞬間もうとろーっと倒れてるような感じ。めちゃくちゃ美味しかったし、ジャコネソースもすごい美味しかったね。美味しかったな。ね。チーズも濃くてね、味が穴場ですわ、うん。夜も営業されてるみたいでね。うん、居酒屋さんみたいな感じの。ちょっとした居酒屋さんみたいな。ちょい飲みにはいいかな。近所の人たちは来るじゃない、うん、ね。いいね。いいよね。家が近くやったら絶対来るわな。手みたいなのもある。あ、本当。なんか。公園なんかな。すごい。ねえ、いいところ。なんか古民家を改造したような感じだね。皆さんも来てみてください。した時間を過ごしたい方とかはちょうどいいかも。買いますか。買いましょう。はい。パパは今日はお仕事です。お仕事です。鹿児島です。鹿児島です。嫌だね。聞けるよ、これ。そう、車の駐車場がね、そんなないでね。アイコンの豚さんが可愛い。アイコンかな。インスタもされてるのか。うん。インスタもされてるみたいな。説明欄にリンクを貼っとこう。なら帰りましょうかね。バイバイ。美味しかった。美味しかったね。めっちゃうまかった。これ駐車場とかあんのかな。